皆さんこんにちは。 Do it yourself 自分で作ろうへようこそ。今日は皆さんにこちらのターンバッグと書いてあるナップサックを使ったアイデアをご紹介します。今回使うものはこちらのファッションライナーです。シマー効果があります。色は水色になっています。こちらのファッションライナーを使って黒のアルファベットの上に色をつけていきたいと思います。こちらのナップサックともう一つ別のものをお店で買いました。ですので今回はこちらの黒の文字の上に色をつけていきたいと思います。こちらは木綿でできています。別のものはフェルトペンを使って色をつけています。その後に水をつけました。今回はこちらのファッションライナーです。こちらは色をつけ終わった後乾かしてアイロン掛けをするかオーブンに入れます。皆さんのお持ちのファッションライナーの注意書きを読んで使ってください。まずは色をつけていきます。キャップを外すとすぐに中身がチューブから出てきます。ですのでティッシュなどを使ってこぼれないように拭き取っていきます。それではまず T の上に点を打っていきます。バリエーションをつけたいのでデザインを変えていきます。こちらのベーの内側のところに少し水滴がこぼれて青くなっています。ですので内側に色を塗っていって隠したいと思います。それでは色をつけ終わったので乾くまで待ちます。だいたい6時間ほどです。その後はオーブンに入れます。だいたい8分ほど入れておきます。皆さんのお持ちのファッションライナーの注意書きを読んで使うようにしてください。完成するとこのような感じになります。いかがでしたでしょうか。今回のアイデアを気に入っていただけたらぜひいいねを押してください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。皆さんのご意見、ご感想、新しいアイデアなどもお待ちしています。ぜひ下のコメント欄にお書きください。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。